はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということでですね、本日ちょっとね、背景見たらわかる方もいるかもしれません。僕のね、定期訪問となっております西千葉駅すぐにございます裏武蔵屋さんに本日は訪れております。というのもですね、まあもちろん僕の動画でも何度もお世話になっておりますし、本当に美味しくて大好きなんですけれども、ここ最近ですね、燻製チャーシューが新たに進化したということで、本日は改めてこちら裏武蔵屋さんで美味しいラーメン食べていこうと思います。で、その前にですね、ちょっと1個告知というか皆様にお知らせでございます。これ見ていただくと分かるかな、新しく T シャツ作りました。今回ね、これシールとかも作ったので、こういったデザインを新たに作成ねしたりしたんですけれども、それに伴ってですね、このねイラストを使ったグッズをすずりで販売したいと思ってます。この動画の公開と同時ぐらいに、しっかりとねこのすずりの販売ページの方はリンクつけておきますので、気になる方は合わせてそちらもご確認ください。そしたらですね、今日は朝9時半にお店着きまして、でただいまですね10時50分ということで、もうすぐオープンになりますので、早速お店の方に行って美味しいラーメン食べていこうと思います。ということで、ただいまですね、裏武蔵さんの店内に入ってまして、すでにですね、注文の方は完了しておりますが、先ほどオープニングにお話ししたチャーシューが美味しくなっているというお話、もちろんね、通常の営業時に提供しているチャーシューもレベルアップしているんですけれども、それだけではなくて、水曜のみで営業している燻製チャーシューの日、こちらで提供されている1週間に1度のチャーシューがまたさらにうまいということで、本日はですね、水曜日にお伺いさせていただきました。なので、もちろん燻製チャーシューのラーメンを注文しつつ、それだけではなくて、うま辛麺という辛味が加わったね、美味しい家系も注文してありますので、本日はそちらの2杯とご飯物と一緒に食べていこうと思います。ありがとうございます。いただきます。お待たせでーす。ということで、ただいまですね、一杯目いただきます。こちら裏武蔵さんの特別な燻製チャーシューラーメンが到着しました。オープン直後9人目までのお客様は毎日ですね、こんな感じで金丼でいただけまして、輝きますよね。そしたらですね、早速いただきます。裏武蔵さんといえばね、まずはスープなのよ。味もしっかり濃いし、スープの濃度も最高だし、でもそれも負けないぐらいね、醤油の香り、これがねうまい。うっしょ、3やんねー。あー、やっぱうまいな。はい、じゃあ並んでお待ちください。お待ちください。うん、はい、どうぞ。いらっしゃいませ。ちょっとこの辺りで麺いっちゃいましょう。まだね、このスープ絡んだ麺がうまそう。うん、もうすぐ食べ終わります。今年一番うまい。はい、どうぞ。いただきます。うまっ。今回せっかくだからと思って並盛りで注文したんですけど、もうこれは絶対大盛りにした方がよかったわ。こんなうまい家系はね、一瞬でなくなっちゃう。そしたら本日ですね、この営業の目玉となります燻製チャーシューですね。カメラ越しで伝わるこのジューシーさ。うまっ。うわ、この香りもいいし、油がベスト。ちょっとね、海苔と麺と大好きなこのライスと合わせてね。はい、どうぞ。贅沢にこれチャーシュー、海苔で追加した小松菜も和えちゃいましょうか。はいよ。うん。うまっ。はい、どうぞどうぞ。はい、どうぞ。うん。
まだちょっとねラーメン半分ぐらい余ってるんですけど、ライスがですねもうなくなってしまいました。今回食べ放題のライスもちろん注文してありますので、ちょっと追加でねお米いただきたいと思います。早速2杯目もう行っちゃいました。ありがとうございます。めちゃくちゃうまいですね今日の。バッチリ燻製決まってますね。燻製なのに噛んだ瞬間油出ますもんね。うまいっすよね。ジューシーです。どこよりも時間かけて燻製やってるんで、うん、多分しっとりはしてるんですよね。ほんとこだわりは半端じゃないですもんね。もうちょっとねいろいろあると思うんですけど、これからまた頑張ります。今日も最高です。ありがとうございます。今日なんかもう9時半ぐらいに来店して、ちょっとねあのオープンまでオーナーさんといろいろとお話をさせてもらったんですけれども、本当にねこのラーメン、いやもちろんチャーシューとか具材もそうなんだけれども、こだわりがとにかくすごい。もうねこの浦武蔵屋さんね、平日休日問わず本当にずっと行列ができるぐらい人気店なんですけれども、もう常にオーナーさんはねよりうまいものを作ろうともう毎日努力をされてまして、まだ初めて来てから1年ちょっとぐらいしか経ってないと思うんだけど、来れば来るたびにさらにうまくなってるっていうね。もうぜひねあの皆さんも一回のみならずちょっとね通ってこの浦武蔵屋さんの味の進化、味わってみてください。そしたらですね、この辺りで、まあ、せっかくね追加したこの極上のりがございますので、ここら辺でこのトッピングをしてちょっとね味変をしていきたいと思います。ちょっとこれ極上のりね、あば今日極上のりめちゃくちゃ合うですね。極上のりちょうどいい。この燻製の香りとめっちゃ合うな。これよ、これたまんないでしょう。そしたらこちらですね、味玉が本日1杯目最後の具材でございます。浦武さんの半熟味玉ももうとろけるぐらいも100点満点の火入れですね。うまっ。ということで本日1杯目にいただきましたこちら燻製チャーシュー、綺麗にいただきました。改めてですねごちそうさまでした。すでにですね2杯目はもうお作りいただいております。すぐ到着すると思いますので、このままですね浦武さんのお食事を楽しんでいこうと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで本日ですね2杯目いただくラーメンが到着しました。本日ね2杯目いただきますのがうま辛麺ということで、いい香りが漂っておりますが、こちらもね出来たて早速いただきます。うわーすげー、めっちゃうまそうだなこれ。いらっしゃいませ。どうぞ。うまっ。ありがとうございます。一番さん、おい、ムラさんが先。うまいな。はい、どうぞ。鍋もしかしたら今回は大盛りでね、注文してますんで、早速ね、これ大盛りね、いっちゃいましょうか。おい、おい、おい、またこの麺の甘みとこの旨辛麺のピリ辛さ、これ合うわ。いつもねこの浦武さん来るときは通常のね家系ラーメンだけしか食べませんよってお客様はぜひね1回でいいのでこの旨辛麺も食べていただきたいですね。めちゃくちゃうまいんじゃないよ。ちょっとね、お好みということでこれ山椒ボトルいただきましたんで、ここに追加でいっちゃいましょうか。
でね、今お話伺ったんだけど、この、ね、赤い油部分にもチーをベースに、まあ、ごま油とブレンドしたような油になってるみたいで、すごくね、本当にごま感が強いので、いわゆる醤油感の強い担々麺のような、まあ、家系の良さ残しつつ担々麺っぽさもありつつで、なんかね、本当に一口食うたびに癖になるんで、常連さんにもさっきお話ししたところ、うま辛麺ばっか食べるんですよって方もいるぐらいで、これにハマる人はこればっか食べちゃうのもわかる。うん、あ、これ潰った時も食べよう。ちょっとね、この辺りで注文してたこのご飯もの BKG ですね。卓上にも醤油あるんだけど、あえてね、醤油じゃなくてちょっとここのスープを使って、うーわー、これはもうね、贅沢よ。はい、どうぞ。お引き換え2番3番で1名2組です。ありがとうございます。うめー。あのさ、見えます、上に乗っかってる、まあ、コロチャーなんだけど、チャーシュー自体のね、燻製の代わりにしっかり強いから、醤油とかかけずにこのスープの塩分濃度ぐらいでも十分、何食ってもうまいな。行かない行かない行かない。よっ。